最初のコーナーキックのチャンス、ガンバ大阪です。かなり雨が降っています。いや、ヤゼディクシュート、先制ファビオ、先制ゴール、ガンバ大阪セットプレーから取りました。早い時間帯にセットプレーで先制点、最初のセットプレーで取りました。ニアで長澤動いて、その後ろからファビオ、うまくディフェンスの前に入って、はい、ここ川俣の前にうまく入り込みました、ね、大井と川俣の前です。川俣選手はフリーマンでいるんですけども、その前にしっかりと入れましたよね、はい。